Drarara! We're so behind, but that's okay. Yeah. Yay. I like the show. I do too. I want to know who I miss it. I want to know who these people are that I don't recognize. I love the salty doctor. I do too. But I kind of ship her with Shuzuo just a little bit. A little. Yeah. I see them. What the fuck? Well, that escalated. Oh, are we going... Is this... What's her face? Yeah. We're going through the backstory. What the fuck was that? My god. I love how, like, this escalated. I mean... And we just watched... Something fucking like... Boys Love Defense Club. Ooh. Adding insult to injury. Oh, that's right. Okay. Alright, so the okay. I'm on board. の思う気ままに誰の顔色も伺わずに生きていける存在近隣でも有数の富豪の家に生まれた常に血筋という縁起を続けていかなければならなかったその家も今はない家族と財産全ての名誉を失いその代償として初めて自由を手に入れた最後の最後に本物の怪物に出会えた。自分のような偽物ではない。圧倒的な力を持った怪物に。Well, we know who's up doing that. It's a nice car. Yeah. I forgot all about this. Mm-hmm. Please don't take it home with you. For real. Forget who she is. I can't remember who she is either. But that's Shuzuo's brother, isn't it? Yeah. 驚いたね。セルティと君の兄貴の次くらいに Just lay it on the couch, why don't ya? ちょっと信じられないね。命に別状はないどころか、もうすぐ歩けるんじゃないかな。ありがとうございました。何、静雄の弟の頼みじゃ断れないよ。あとで火星まで殴り飛ばされるのはごめんだからね。That's right. いつも兄がご迷惑を。セルティがお世話になってるから、逆にお礼を言いたいくらいだよ。あ、ちょっと喉乾いたから水もらっていい？持ってきます。Are we looking through the eyes of the zombie? Yes. The fuck? They have a cat? おや、目が覚めたよ。大丈夫ですか？鈍痛以外に何か痛みはありませんか？まさかこんな仕事をしていて、あなたのような方にお目にかかれるとは思ってもみませんでした。みんなのアイドル、ひじりべるりさんに。What? 本名同じ、9月27日生まれ、青年未公開。青白い肌とどこか影のある端麗な顔立ちが一瞬人間の魅力を醸し出していると言われる人気アイドル。もともとは特殊メイクアーティスト、ザクロヤ天神の弟子だった。吸血忍者カーミラ再造での仕事が評価され、世界映画村連盟からジューシーな特殊メイクアーティスト100選に選ばれたこともある。その後、ヨドギリ社員コーポレーションからスカウトされ、モデルとして以降の活躍は華々しい。No. ダメだろ、ドクソンマル。What was ドクソンマル？ベイングローリー。ユイがドクソンマルって言うんです。かわいいでしょう。そういう時は笑いながら差し出してこようよ。怖い。笑ってますよ。I am smiling though. He's got a resting face. 親父が君を見たら解剖したがるよ。あ、ちょっと失礼。As her song is playing on his phone. よかった。思ったより元気そうですね。I don't think she was in makeup. She was. Or maybe she wasn't. Well, they just said that she was a special effects artist. Yeah, but there's something funky. Like, she was talking about being a monster. Yeah, but I mean, I think that's in, like, a figurative sense. Because how is she still wearing those clothes?
ところで彼女のサインもらっといてくれないかな。セルティの分も頼むよ。ね。頼んでみます。ありがとう。We'll find out. 俺に今日の診察はタダにしとくよ。いえ、それは。いいって。僕の幸福な時間を邪魔した。次の患者から踏んだくってやるからさ。じゃあ、シズオにもよろしくね。見送りは結構。No. なんで私ここにいるんですか。俺の車の前に落ちてきました。I shipped them. 勝手だとは思いましたが、うちに連れてきて知り合いの医者に見てもらいました。どうして病院じゃなくてここに。いくつか理由はありますけど、ルリさんも病院は困るかと思って。 Does she not? Oh my god, she may not know. 一つ聞いていいですか。何ですか。殺人鬼ハリウッドっていうのはルリさんのことなんですね。Oh, yeah. たく、厄介な怪我人を持ち込んでくれやがって。治療費は20万もらうよ。負けろ。わからないね。この休館のおかげでイジリベルリとのひとときを失ったんだからね。おお、二人とも喧嘩よくないよ。エゴールの傷、痛い痛いの飛んだケースするのが先だね。Who's hurt?お願い申す。現役合格 100%。 はいはい、まあとにかくお金を用意しといてねと。ところで、エゴールってこの患者の名前かい？まあな、ロシアにいた頃に同じ組織にいてよ。まあ、どうでもいいだろう、そんなことは。あ、出た出た。もしもし、イザニー？なんだよ、手短に済ませろよ。セルティ・ストルルソンって名前に聞き覚えてあるかな？セルティ？知らなくはないけど、どうして？どういう人なのか教えてよ。お前たちにはまだ早いよ。なんか知ってんだイザニー。やっぱり超やばいよ。ずらいずらいずらい。あ、どうしたの？They have such a weird relationship. イザミのやつ電話切った。しょうがないな。じゃあ電源切っときたいのが本音なんだけどさ、そういうわけにもいかないから。新年か。え？ああ、すまない。人違いをしたようだ。やっほー、元気になった？大丈夫ですか？大丈夫大丈夫。今の整形技術ってすごいんだからさ。それに包帯姿もちょっとかっこいいよ。あなたたちにはお礼がまだでしたね。ありがとうございます。それよりどうすんだ？治療費20万。申し訳ない、ついさっき仕事をしくじってしまってね。前金をもらっておけばよかったと後悔しているよ。立て替えてやりてえが、明日も仕入れが。おう、わしいた。休みにするといいね。寿司撲滅記念日よ。ラーメン食いな。ふざけたことを抜かすな。ねえねえ、そのお金立て替えてあげよっか。そう思ったのならどうして警察に引き渡さないの？引き渡して欲しかったんですか？それなら自首をお勧めしますが。おお、こういうことになるって想像はできなかった。はっきり言っておきます、ユヘイさん、あなたのその態度は演技じゃないってよくわかりましたけど、正直言ってまともじゃない。そういうものかな。ええ、殺人鬼を家に入れるなんてどうかしてます。自分が殺されるかもしれないなんて欠片も考えなかったんですか。シェッね、どういうことか説明してもらおうかな。父さん、彼はまあそのちょっとした何でも屋のようなもんでね。依頼したのはある女性の捕獲だよ。ある女性？うん、殺人鬼ハリウッドといえばわかるかね。あの事件をネブラで独自に調査していたところ、祖先に何らかの異形の血を持つ女性にたどり着いた。警察なんぞに捕まって死刑になるよりは、我々が保護して切り刻んだり注射したりしてステーキタイムを味わおうという魂胆だったのだよ。 OK? 父さんはもう少しいろいろ自重した方がいいと思う。信頼に言われると少し心外だね。まあそれはともかく、一般人に殴られてあっさりと負けていたそうなので、そんな程度では検体にもならんからな。もう無視しても構わんのだよ。その女性ってもしかしてヒジリベルリって名前じゃない？なぜ知っている？
さては死んだ。お前私の心を読んだな。デューラハンと共に言い過ぎて得意な能力に目覚めた。一ついいかな。何？俺を今